はい、朝倉真由美です。今日の動画はあなたの欲望についてです。最近の動画で自分の欲望を否定しない、私なんてとか僕なんてとかって考えてしまうのは心の誤作動だよというお話をしました。あとですね、アフターコロナの動画で、今ウィズコロナという言い方をしますが、自粛期間が終わった後の動画では、こう自粛期間中にね、感じたこれこれをしたいんだとか、これこれはもう絶対したくないとか、そういう欲望を紙に書き留めておきましょうというようなお話をしました。でもね、これでね、私の SNS にあるメッセージが来たんです。それは、私自分の欲望がわからないんですとか、自分が本当は何を望んでるのかっていうのがあんまりよくわかんなくなってきてしまいましたみたいな内容でした。これね、私も心当たりあるんです。私のね、独身時代の最大の喜びというか、まあなんだろうな、好きなことっていうのは外食だったんですよ。で、もう知らないお店に入って知らないメニューを頼んで、それがね、すごく美味しかったっていう時のこの心が震えるぐらいの感動で、そういうことを繰り返していくうちに、だんだんこう美味しいお店を見分ける勘みたいなものがついてきたりで、なんかね、そういう食欲ですね。だから私にとっての欲望ってのは食欲で、それを満たすのがすごく楽しかったんです。で、まあ、お家に帰ってきて質素のご飯を食べる時でも盛り付けを工夫したりとか、あとお家にある食材でなんか再現できないかなって考えてみたりするのがすごく好きでした。でも結婚してから、なんていうのかな、自分の意思っていうよりは家族の意思優先で3食のご飯を作ったり、まあ、外食って言ってもこう無難なね、味のわかるファミレスに行くことが多くなっちゃったりっていうのことをちょっと繰り返していくうちに、なんだろうな、私の最優先だった食欲っていうものに関して、まあどうでもいいやというか、まあそこまでこだわんなくてもいいやっていうふうに思うようになってきてしまったんです。皆さん、こういうのってありませんか？誰かを優先していたら自分の欲望ってなんだか分かんなくなってきちゃった。例えばお家のインテリアなんかも、ご主人とかお子さんのね、好みを優先している人ってすごく多いと思うんです。あと、私ならではのエピソードとしては、こう白髪染めやめたい、グレーヘアになるんだっていう意思がある方なんだけども、家族が反対するから、家族が恥ずかしい思いをするって、家族にそういうふうに言われちゃったから、泣く泣くもう諦めますっておっしゃる方も結構多いですね。そういう優しさとか、そういう気遣いってすんごく素敵だとは思うんです。でも、たまに本当の自分の欲ってなんだっけっていうことを思い出してあげることも大切なんじゃないかなって私は思っています。これはね、ある人に聞いた方法なんですけども、大人になるとね、どんどん好きとか嫌いっていう判断が鈍ってくるんですって。だから、こう例えば街を歩きながら、和食屋さんがあった、ゴルフ屋さんがあった、神社があった、お家があったみたいな、そういうのを一つ一つ、これ好き嫌い好き嫌いって判断していく、それだけでもね、すごくいいトレーニングになるんだそうです。これね、そんな簡単なことって多分皆さんおっしゃると思うんですけども、やってみてください。案外大人は頭で考えちゃいます。和食屋さん、あ、お寿司は好きなんだけど煮魚はあんま好みじゃないんだよなとか、ゴルフ屋さん、あ、ゴルフ見るのはまあいいんだけども、するって考えるとどうかなとかね、なんかね、頭で判断しようとするんですよね。あ、考えようとするね、なんかこの頭で考えるっていう作業をすっ飛ばして、本能的に好き嫌い好き嫌いってやっていくのが、結構自分の欲を思い出すいいヒントになるんじゃないかな、なんていうふうに思います。ちなみに私がよくやるのは、好きなファッション誌を買ってきて、でペラ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 めくる、でこのお洋服好き嫌い好き嫌いって判断することをよくやっています。これもね、案外難しくって、皆さん判断の基準ってね、意外に、あ、これ
いろんなところに着ていけそうだからいいとかね、あこれすごいいいと思うんだけど、いやどこに着ていくのとかね、そういうふうに本当に頭で考えてることってすごく多いんです。それを好き嫌い好き嫌いってやっていくこと、ぜひやってみてくださいね。なんか大人になってなったから、なんかこう自分の欲が分かんなくなっちゃったってね、ちょっと寂しいですよね。この今ご紹介した2つのトレーニングって本当に簡単なことですので、ぜひ機会を見つけてやってみてください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。よろしければ高評価、それから チャンネル登録ですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。朝倉真由美でした。質問募集中。私に聞きたいこと、取り上げてほしいテーマ、ぜひコメント欄に書いて教えてください。